ジミー・ジャクソンは、オハイオ州、トレド出身の元 NBA 選手。ポジションは、シューティングガード。移籍を繰り返す、いわゆるジャーニーマンで、15年の現役生活で12回の移籍を経験し、13ものチームに在籍した。これは、NBA の最多タ記録である。ジャクソンはトレドにある、マッコーマー高校で4年間を過ごした。オールアメリカンに選出され、 クリーブランドのセントジョセフ高校とのカンファレンスチャンピオンシップに勝利するなど活躍した。高校卒業後、オハイオ州立大学にリクルートされたジャクソンは、急増のスイングマンとして、ルーキーイヤーの1989から1990シーズンにレギュラーとして出場し、1試合平均16.1得点、5.5リバウンド、フィールドゴール成功率49.9%を、 記録した。その後ジャクソンは1991年から1992年にかけて2シーズンプレーし、1992年には u p i 選出の最優秀選手に選ばれた。2001年にはジャクソンの背番号22は大学の永久欠番になった。ダラス・マーベリックス1992年、ジャクソンは最終年を待たずして全体4位で、 ダラス・マーベリックスに指名された。ルーキーシーズン、ジャクソンは、控えとして28試合に出場した。1993から1994シーズン、ジャクソンは82試合すべてに先発し、1試合平均37.4分で、平均19.2得点、4.8リバウンド、4.6アシストを記録した。この年のオフ、マーベリックスはドラフトで、 ジャマール・マッシュ・バーンとジェイソン・キットを指名した。ファンは、この二人とジャクソンを合わせて、スリー・ジェイズと呼んだ。しかし、1994から1995シーズン、ジャクソンは、足首の故障で、途中離脱し、51試合しか出場できなかった。しかし、1試合平均25.7得点、5.1リバウンドと、故障前は優秀な成績を残した。 1995から1996年、怪我から復帰したジャクソンは、1試合平均19.6得点、5.0リバウンドを記録した。しかし、キッドとの女性関係のトラブルから来る確執で、チームの雰囲気は悪くなっていった。1996から1997、シーズン途中、ジャクソンは、サムキャセール、エリック・モントロス、ジョージ・マクラウド、 クリス・ギャトリングと共に、ショーン・ブラッドリー、エド・オバノン、ロバート・パックとの大型トレードで、ニュージャージー・ネッツに移籍した。ニュージャージー・ネッツ・ネッツでは31試合に出場。1試合平均16.5得点、5.9リバウンドを記録した。オフシーズン、ネッツは、ユタ大学のフォワード、キース・バンホールをめぐり、シカゴ・ブルズと争奪戦を繰り広げていた。その煽りを受けて、 ジャクソンはその年のドラフト一巡目で指名されたエリック・モントロス、アンソニー・パーカーの二人と共にマイケル・ケージ、ドン・マクレーン、ルーシャス・ハリスとバン・ホーンとのトレードでフィラデルフィア・セブンティ・シクサーズに移籍した。フィラデルフィア・セブンティ・シクサーズ・ジャクソンはシクサーズで48試合に出場し、1試合平均13.7得点、4.7リバウンドと前年より少し成績を落とした。 さらに、フランチャイズプレイヤーであるアレン・アイバーソンに押されて、出番とシュートが減少した。結局シーズン途中、ジャクソンは、クラレンス・ウェザースプーンと共に、ジョー・スミス、ブライアン・ショートのトレードで、ゴールデン・ステート・ウォリアーズに移籍した。ゴールデン・ステート・ウォリアーズ・ウォリアーズでジャクソンは、ラトレル・スプリーウェルの出場停止によりレギュラーのシューティングガードとして起用され、出番を大きく増やした。 一試合平均40.6分で18.9得点五リバウンドを記録した。弱いチームでプレーするのが嫌だったジャクソンはオフにポートランドトレイルブレイザーズに移籍した。ポートランドトレイルブレイザーズ1998から1999シーズン、ジャクソンはコート内外の多くトラブルに悩まされ成績を悪化させた。49試合に出場し、 一試合平均24分で8.4得点、2.6リバウンドと、レギュラーに定着して、以来、自己最低の成績に終わった。シーズンオフ、ブレイザーズは、チームカラーの一新のため、多くの選手をトレードするか、あるいは解雇した。ジャクソンもその煽りを受け、才能はあるものの素行の悪いアイザやライダーと共に、スティーブ・スミスとのトレードで、アトランタホークスに移籍した。 アトランタホークス1999から2000シーズン、ジャクソンは79試合に出場し、1試合平均35分で16.7得点、5.0リバウンドを記録した。しかし、2000から2001シーズンは、わずか17試合しか出場がなかった。出場機会の減少に不満を漏らすジャクソンを、球団は2001年の1月、ラリー・ロビンソンとアンソニー・ジョンソンと共に、 ブレビナイトとの交換で、クリーブランド・キャバリアーズに放出した。クリーブランド・キャバリアーズ・ジャクソンの地元である、オハイオ州の球団へのトレードは、トレードやオハイオ州立大学では一種の里帰りとして、歓迎された。2000から2001シーズン、キャバリアーズは序盤にキープレイヤーが相次いで故障したにもかかわらず、シーズン終盤までプレイオフを、 射程圏内に収める快進撃を続けていた。ジャクソンも39試合に出場したものの、先発出場は26試合だけだった。しかし、1試合平均29.2分しか出場しなかったにもかかわらず、1試合平均10.3得点、3.7リバウンドと悪くない成績を残した。しかし、結局キャバリアーズは30勝52敗に終わり、プレーオフ進出を逃した。 オフシーズンにキャバリアーズを解雇されたジャクソンは他のどのチームからもオファーを受けることなく2001から2002シーズンを迎えた。マイアミヒート11月は所属先が決まらず出場はなかったが2001年の12月になってマイアミヒートと契約した。主力の故障に備えバックアップ要員としての獲得であった。ジャクソンは控えながら55試合に出場し、 一試合平均33.2分で10.7得点、5.3リバウンドを記録した。しかし、シーズンオフに再び解雇され、前年に続いて、所属先が決まらないまま2002から2003シーズンを迎えた、サクラメントキングス前年と同じく、所属先が決まらないまま11月を過ごし、2002年の12月、ジャクソンはバックアップ要因として、 サクラメントキングスと契約した。63試合に出場したが、先発出場は1試合もなかった。1試合平均20.8分で7.7得点、4.1リバウンドの成績だったが、チームのシックスマンの座をヒドターコルーから奪い取り、重要な場面でしばしば起用された。この活躍を受けて、ジャクソンの評価は上がり、オフに2年契約を提示した。 ヒューストンロケッツと契約した。ヒューストンロケッツ、ニューオーリンズ・ホーネッツ・ジャクソンは、レギュラーとして80試合に先発出場した。1試合平均39分で12.9得点、6.1リバウンドであった。2004から2005シーズン、ジャクソンは、開幕から24試合に出場し、1試合平均41.3分で13.3得点、4.8リバウンドと、 なかなかの成績を収めていた。しかし、球団は、ニューオーリンズ・ホーネッツのデビッド・ウェズリーとジャクソンを、ボスジャン・ナックバーと共に放出した。ホーネッツは二人の加入を期待していたものの、ジャクソンはホーネッツでプレーすることを拒否した。結局、ジャクソンはホーネッツでプレーすることなく、マチェイ・ランペ、ケイシー・ジェイコブセン、ジャクソン・ブロマンの三人と交換で、フェニックス・サンズに移籍した。 フェニックス・サンズ・サンズでは40試合に出場1試合平均24.9分の出場で8.8得点3.9リバウンドの成績を残しサンズのプレイオフセミファイナル進出に貢献。翌シーズンも契約したものの今度はわずかな出場に終わり2006年の3月初頭に解雇された。解雇直後ジャクソンはロサンゼルスレイカーズからオファーを受け レイカーズに移籍した。ロサンゼルスレイカーズジャクソンはレイカーズで13試合に出場1試合平均7分で1.7得点0.9リバウンドに終わった。引退後オフシーズンに解雇されジャクソンはそのまま現役を引退した。引退後は解説者を務めている。ジャクソンは現役時代419という番号の書かれたバンドを腕にはめていたことで知られている。 ありがとうございます。